富岡でも誠屋さんとかお店やってたんで、そちらの方に来てくれてたお客さんとかが結構来てくれますよね。だめだね、それはありがたいね。たまたま水曜日がここで健康体操をやってて、その人の流れがあるんで、店出したらどうですかっていうことだったからね。結構喜んでもらってるっていうか、やっぱり全部手作りですからね、朝作ったものっていうの。だからもう結構おいしいみたいな。ご飯なんかは毎週こう日替わりで、赤飯とか混ぜご飯とか。こうみんなでこう仕事をしてるっていうことで、今苦労っていうものはないですね。ただ将来に対しての不安はありますけど、前と同じ生活っていうのは、私はほら須賀川から通ってるけども、市場行ったりとか、そういう風な生活って前と同じ生活だから、そんなに私みんなといてこういろんなことを考えながら、ね、総裁でもこういうことをやったらいいんじゃないかとか、ああいうことをやったらいいんじゃないかっていうか、そういった意味では楽しいですね。充実してます。結構朝早くて夜は遅いんですけども、帰りはね遠いですよね。まあ、じゃあ林くんは福島から帰ってきて、でもそういった意味では楽しい、毎日が楽しいですね。それはないですね、その困ったことっていうのは。帰って一人でいる方が不安ですね。そうそうそう。結構大玉の人たちも仮設の人だけじゃなくて、地元の人が買いに来てくれるんです。あそこ結構ね、遠くまで行かないと買い物できないからっていう、でもそういういった意味で、喜んでもらってる部分もあるし、ね、富岡の仮設の人だけじゃなくて、これ買ってるの。はい、キャベツ丼。キャベツ丼、はい。配達してあげますか。いいよ。